チョレアドールによるコーヒー抽出の様子。チョレアドールはコスタリカで用いられるコーヒーの抽出器具。熱湯をコーヒー粉に染み込ませ木製のスタンドの上の布のフィルターでろ過し容器にドリップする。チョレアドールは木製のスタンドとスタンドを覆う細長い綿布からできているポケットのような形をしたボル下からなる。ボル下の口は 円形のワイヤーや取り手についた木製の枠で開いている。スタンドの底にコーヒーカップやコーヒーポットを固定されており、ボル下はスタンドの上から吊るされ、容器の上でぶら下がる構造になっている。ジョレアドールは各家庭でごく単純な工作と裁縫によって DIY で作ることができるが、美しい装飾を施した信用樹材や見木で作られた職人によるものもある。 ジョレアドールの語源はスペイン語で、滴るや、滴り落とすを意味するチョーリルの派生であり、熱湯がコーヒー粉に染み込み、ドリップする様子に由来する。コーヒーカップやコーヒーポットは、スタンドの底に置き、上等から順上等のコーヒー粉を、スプーンですくった乾燥したボル下の上に置く。沸騰した水を、ゆつまくりと、コーヒー粉に注ぐと、コーヒーができ、準備された容器にドリップされる。 ボルシタは使用するたびに洗い、乾燥させる。これは乾燥したボルシタで作るのが最適であるからで、ある。一枚以上フィルターを持っていて、コーヒーを入れるのが好きなものには誰でもそうするべきである。コーヒーを入れたとき、ボルシタは、コーヒー粉を取り除いた後でゆすぐ。石鹸や洗剤を使うと、コーヒーに嫌な後味が出るので使うべきではない。使用しているうちに、 カフェオールなどのコーヒー粉から出る油でボルシタが染まるが、入れたコーヒーの味に影響はない。これらの油染みは1ヶ月に1回程度、塩でこすり洗いすることで溶けて取り除くことができ。その後、徹底的にすすぎ洗いすれば、塩を完全に取り除くことができる。適切に、ボルシタを手入れすれば何ヶ月も長持ちする。ありがとうございます。